戦国の世を駆け抜けた英雄伊達政宗。人は彼をこう呼ぶ。独眼竜。名だたる武将たちと激戦を繰り広げた奥州の覇者政宗。かの名将直江兼続と堂々と渡り合い、その豪胆な戦略で真田幸村とも刃を交えた。政宗といえば、何といってもそのド派手な振る舞い。一体何じゃそれは。前代未聞のパフォーマンスに秀吉も仰天。そんな政宗の顔と声が現代科学でよみがえる。ついに明らかになったその男前ぶりとは。そして撃て。政宗はなんと実の父親を殺していた。非常な決断の裏に隠された歴史の真実とは。今宵独眼竜伊達政宗の全てが明らかになる。政宗がその礎を築いた宮城県仙台市。仙台の藩主というイメージが強い政宗だが、実は生まれは米沢の小さな大名家だった。政宗は内気で引きこもりがちな少年だった。5歳の時に病気で右目を失ったことで自信を持てずにいたのだ。そんな政宗を勇猛な武将に生まれ変わらせたのは最強の家庭教師小西善次。小西が政宗に授けた驚くべき教え、それは、へそ曲がりになりなさい。え、なんと人の言うことを聞くな、へそ曲がりになれと教えたのだ。だがそれは常に自分を貫き通せという大将たる者の心構えだった。こうして自分を前に出すことで政宗は武将として大きく成長した。成長した政宗を待っていたのは戦国の乱世。米沢という小さな国を狙い、周辺の武将たちが牙を剥き手を組んで襲いかかってきた。だが政宗は自らも銃弾を受けながら果敢に戦い、反伊達連合軍を退けたのである。こうして周辺の武将たちを次々と配下に収めた政宗は、奥州の覇者と呼ばれるほどの大武将となったのだ。じゃが時すでに遅し。この頃には豊臣秀吉が徳川家康や上杉景勝などの大名を次々と配下に収め、ほぼ天下を手中にしておった。絶大な権力を握った秀吉は伊達家にも服従を迫る。だがなんと政宗はこれを拒絶した。田舎者の若造が調子づきおって。猿顔の成り上がり者め。伊達家は鎌倉時代から続く名家。一方天下人目前の秀吉は農民出身。名家の誇りと叩き上げのプライド、決して相入れることのない一触即発の二人だった。日本三景の一つ松島。ここ松島にある伊達政宗歴史館で政宗の生き様を垣間見ることができます。館内では政宗の一生を名シーンごとに精巧な蝋人形で表現しています。地元の人はやっぱり政宗公、政宗公って必ず公をつけてお呼びになられますから、尊敬はされてるんだと思います。そんな政宗の最大の魅力とは。伊達家の棟梁として派手なパフォーマンス的な行動を取ったんではないかなと思います。派手なパフォーマンス、一体それはどんなものなのか。
語る有名なエピソードがあるの。天下取りの最終段階にあった秀吉は北条氏の小田原城を攻めるため並み居る武将に召集をかけた。その呼び出しは政宗のもとにも。だがここですぐに馳せ参じては秀吉に完全服従したことになる。政宗は腰を上げようとはしなかった。そんな政宗の態度に秀吉は激怒。伊達は一体何をしておる。このわしの言うことが聞けというのか。許せん。その首跳ねてくれるわ。秀吉と政宗とでは力の差は歴然。このままでは伊達家そのものが潰されかねない。とそこへ。伊達殿ご着陣。今さらどの面下げてやってきたんじゃ。ことは伊達家存亡の危機。さすがの政宗も来ないわけにはいかなかった。だがそこに現れたのは全身死に装束で固めた政宗の姿であった。この首いかようにしていただいても結構。政宗は自ら死の覚悟を示すことで秀吉の機先を制し怒りの矛先をかわそうとしたのだ。なんとも小気味のいいやつじゃ。さらにこの話には続きがあるんじゃよ。一か八かの大勝負。実は政宗はもし失敗したら秀吉と差し違える覚悟だったという。伊達家存亡をかけた一世一代の賭け。先手を打たれた秀吉はすっかり感心し政宗は許された。政宗は何をしでかすかわからない。そう感じた秀吉は伊達家の所領を一部没収し監視のため周囲を側近の武将たちで固めた。ところが伊達家周辺で秀吉に反発する一揆が勃発。その裏で糸を引いているのが政宗だという知らせが秀吉の耳に入った。あの歌舞伎者め、今度という今度は許さんぞ。政宗絶体絶命のピンチ。今回は単なる遅刻ではなく秀吉に対する裏切り行為。今度ばかりは下手に出たら首が飛ぶ。政宗は怒り心頭の秀吉のもとを訪れる。果たしてこの難局をどう乗り切るのか。秀吉の前に姿を現した政宗、なんとまたも死に装束。ところがさらに。なんだそれは。政宗はとんでもないものを持ってきた。それは俺を貼り付けにしてみろと言わんばかりの金の貼り付け柱。私を貼り付けにするならこのくらいのものをご用意いただかないと。田舎者の若造とばかり思っていたら全くようやりよるわい。結局政宗は何の咎めも受けなかったという。その後も政宗は朝鮮出兵の出陣式で家臣たちに「
金のとんがり傘をかぶせ、自らもあの三日月の前立てという派手な甲冑で登場。その華やかさに町の人々は伊達者と喝采を送ったという。派手な振る舞いや粋な行動のことを伊達と呼ぶのはここから来ているそうじゃ。政宗はこうして戦国の世を生き抜き、初代藩主として仙台藩の礎を築き上げたのだ。森の都仙台にある政宗の墓所を訪ねてみました。実はこの墓所に向かう階段にも政宗らしい粋な計らいがあるんです。この階段数えてみると62段あるのじゃが、これは仙台伊達家の石高62万石になぞられて作られたと言われておる。こちらは墓所の入り口にあたる涅槃門。涅槃とは死後の世界を表す言葉。ここから先が政宗の眠る死後の世界というわけなのです。門には伝説上の動物麒麟が彫刻されています。中国でですね、麒麟という動物は、良い君主が良い政治をした時に現れる動物だというふうに言われております。非常に、良い君主であった政宗を称えてですね、こちら、死後に作られた瑞鳳殿についてはそういった彫刻があるというふうに考えることができると。涅槃門の先にあるのが政宗の墓所、その名も瑞鳳殿。今も政宗はこの下に眠っているのです。実は1974年の瑞鳳殿再建に伴い、政宗の遺骨の分析が行われた。その結果、なんとそれまで知られていなかった政宗の真の人物像が浮かび上がった。政宗の身長は当時としては平均的な 159.4 センチ、血液型は B 型だったことが判明。さらに現代科学の粋を集め、遺骨から伊達政宗の真の顔が復元された。復元された伊達政宗の顔がこちら。ちなみに骨格などから政宗の声も解析されている。政宗の句を本人が読むと、松島の松の弱いもこの寺の末栄え難年は古とも。政宗が伊達家の当主になったのは18歳の時。この時大内貞綱という家臣が伊達家を裏切り、敵対関係にあった畠山義次に寝返ってしまう。政宗は大内氏を討伐、さらに畠山氏に対し所領の大部分を取り上げるという厳しい処分を下した。すると驚くべき事件が発生。何？父上が畠山に連れ去られた？なんとその処分が気に入らなかった畠山は政宗の父照宗を拉致し逃亡を図ったのだ。現場に向かった政宗は父を連れた畠山を追い詰める。父上！父を人質に取られている以上手を出すことができない。だがここで政宗は信じられない指示を下した。撃て！撃て！なんと政宗は銃撃を指示、畠山もろとも実の父を射殺してしまったのだ。